そしたらさ、畑さんからもしなんかこう、要するにみんなに伝えてくれって言って、もし来たときは、この春待ちに入れて、LINE に。春待ち。うん、入れて。で、メールみたいに転送しやすければいいんだけどな、これ、いちいちまた打たないかんって言ったら大変やね。いや、違う。あそこ、ごめん。Facebook の秘密のグループ。いっぺん作ってあれにしとって、もうすぐなくなるけ。あ、それなの。うん、それ私のあれじゃない、それじゃなくて、あなたの、それ、これだけだけだけ、そこ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 そ、ホームにホームすると、はい、多分ここポンクラ、これだけど、ここはあれ待ち受けにできると、ここを待ち受けに、うん、ああここ、そうできます、ここを待ち受けにしとき、もうそこはそっちがお気に入りのお気に入り番にするか、うん、っていうので何かあったら、はい、ここのこれに投稿してもらっていい、あ、これそう、それはもう別にね、柴崎ですが何も言わんでも、ほら、投稿した人がここで出てくるけん、わかるけん、ここに投稿して、はい、もし何かあったら、はい、それだけでいい。そしたらつながるけん。うんうん、だって LINE のあれじゃなく、またそれば私が一時打たねえ顔になるもん。あ、うん、はい、だからこれで一応伝わるけん。いや、今度から、もう Yahoo 使わなくてこっちでいいですか？あ、ね。まだ Yahoo があるときは、まだ Yahoo もこんくらい。そう。僕らがなくなったらこっち。そう。にしとって。はい。5月までですよね。ヤフーのはね。ポンクラはね、いつまでって言ったかいな。5月28日って書いてある。はい。今日はここに松田さんの明日の仕事を置いておきますから。はい。はい、吉住です。はい、どうもどうも。はい。うん、大丈夫ですよ。
あ、じゃあやっぱりFacebookの秘密のグループ。いや、っていうかね、うちとしてはね、結局私が店先におることが結局少なかったりするときに、畑屋さんがこの分をみんなに要するに回しとってくれって言って結構連絡が来たとしたときに、今ポンクラのメーリングリスト版に書いてもらったりしようわけよね。でそれが結局メーリングリストがなくなるけんね。でそれで今私言ったと、島崎君にはフェイスブックの秘密のグループの方に投稿しとってくれって、要するにはっきり決まるまでは、もしそういうことが例えばメーリングリストがなくなるやん、4月5月で、でその時にもし畑井さんから言われた時にみんなに伝えとってくれって、もし言われたような情報があった時はフェイスブックの秘密のグループの方に投稿しとってくれって一応今言うとったけどね。じゃないと、それがなくなりましたから、僕、こちらではもう投稿できなくなりましたっていうのは、ちょっとお粗末な反動になると思ったよ、その畑井さんに対して。要するに、警察に協力をしているということを結局、もう、自主的にやるという方向性でね、私はその発想で考えようけん、みゆきちゃんが言いようのは、結局、どのレベルの、ほら、あなたが前が、私、食ってかかったよね、重要な従業員さんって誰、どういう線引きなんですかって前あなたが言ったけど、要は店長クラスまでしか入れんよ、とにかく逆に言えば私たちの代わりになる人たちだよ、だから私たちが現場におらん時の代わりになる人っていうかぐらいまでの人しか入れんとよ、あくまでもそういう管理までできる人よ、少なくとも。だけど、ほら、まこさんとかでもほら、そこの店を代表して来る店長とかやろ、みんな。ね、だからあくまでもそのレベルよ、入れるのは。と思うちゃうけどね、私は。分かりました。じゃあとにかくメーリングリストでね、私ほら結局メーリングリスト立ち上げた関係上、結局これがただなくなりました、次ありませんじゃいかんけん、要するにフェイスブックの秘密のグループは出しとっていいよね、じゃあね、あそこにはね、もう出しとおし、今も。じゃあ、LINE に関しては、まだちょっとやめとこう、言うのは。っていうか、資料として後からももう一遍こう見やすいものって言ったら、サイボーズの方が見やすいよね。
待って待って、じゃあさ、細胞図を細胞比べて一番最初に細胞図が良かろうと思って引っ張ってきた理由はないと。じゃあその Google ではなく、なるほどね。だけ要はさ、そのメーリングリストやったら登録さえしてこっちがしてあげればただ届けるだけやけん、見ることは誰でもできるやん、最初からもう何もできんでもね。だけそのハードルから結局そのそれ以上やっぱり無理、もうだってまずさ、そのネットの環境がないとか言う人はちょっともうしょうがないとしてさ、ネット環境持っとんじゃうけど自分では発信はせんけど、あのキャッチはできるよねっていうので、メーリングリストはものすごくそのあのなんかやな、見てもらいやすかったっちゃ。でもまあそれが結局ないわけやけん、でもじゃあオリジナルでメーリングリストで作るのかって、メーリングリストの他の種類があるとかやな、ひょっとしたら。ごめんね、はい。
ますので。お電話ありがとうございます。はるましとよしすみです。あ、どうもどうも。全然今までとお願いしてた、分と違ってですね。そちらの方でしてらっしゃるかどうかがわからないんですけれども、お菓子屋をしようと思ってるんですよ。お菓子屋を始めようと思ってるんですよ。それで、お菓子を作って、それの、包装と、その、箱ですね。そう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 、それをそのダイトプリントさんがやってらっしゃるのか、もしくはそのなんか要するにちょっと類似業者さんで詳しい方ご存じないかなと思いまして、うん、もうね、包装紙というより、包装紙よりもどちらかというとその箱なんですよね。うん。ああ。そうですね。3万5000円、3万5000円。で、なんせ食べ物の箱だからですね、ちょっと専門であるしてあるところの方がいいと思うんですよ。うん、そればっかりをこう。そうとか、うん、そう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 とかいうの感じで、うん、なので、もしご存知だったらと思ってちょっと、うん、だったんですけどね。あ、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい。
します。
ありがとうございます。それかさ、こんなんどう、はい、あの今度の5月のそのハガキにさ、はい、LINE に結局こういうグループあれがありますっていうのをお知らせして、はい、あらこれどうなっとうとこれ。変なこと。